今回はこの軽めのレイヤーボブをナチュラルなショートスタイルにカットしていきます。ロッキングを取ります。イヤーツーイヤーでサイドは取っていきます。バックからカットしていきます。で、襟に沿うような感じで襟足の長さを残していきたいので、襟周り約1センチぐらいカットしていきます。そのままサイドに移ります。サイドは顎ラインでカットします。サイドとバックのレイヤーをつなげていきます。サイドとバックをつなげます。反対側も同様にカットしていきます。サイドの長さをまず合わせていきます。こう切っていきます。45度の位置にコーミングをしてガイドに合わせてカットします。続いてバッグの上のパネルをカットしていきます。根元からしっかりコーミングをします。でここはちょうどボムのくぼあたりで丸みを作りたいラインになりますので、少しレイヤーを入れていきます。地肌から90度の角度で引き出し、ガイドに合わせて垂直のところでカットします。放射線状にコーミングをして45度の角度で引き出します。ガイドに合わせてカットします。地肌から45度の位置にコーミングをしてカットします。サイドをカットします。45度の角度でスライスをしてガイドに合わせてカットしていきます。反対側も同様です。45度の位置にコーミングをしてガイドに合わせてカットします。
回分け目を左奥から流したいスタイルなので、ここの部分で分けているんですけれども、トップの部分は地肌に対して45度の角度で上に持ち上げます。出てくるところをカットします。つむじから前に向かって流していく、前髪と一緒に流していくスタイルで作りたいので、つむじから前に向かってコーミングをします。前髪の流したい位置を91か82のイメージで決めていきます。つむじの位置から黒目の脇のラインで縦長の三角形を取っていきます。流したい位置とは逆の方向にコーミングをして、前髪の長さを決めてカットしていきます。今回は目に少しかかるぐらいの長さでカットしていきます。続いてサイドと前髪のレイヤーをつなげていきます。ちょうどサイドバングになるところなんですけれども、顔にかかって小顔効果に見えるところになりますので、顔にこう当たってくる位置をまず最初はじめにイメージします。前髪と直接つなげてしまうとここが短くなりすぎてしまうので、前髪のレイヤーよりも少し長めに下げてレイヤーをつなげていきます。反対側も同様にカットします。前髪とサイドのレイヤーよりも少し下げて1センチぐらい下げて長めにつなげてカットします。リングをしていきます。サイドはイヤーツーイヤーで分け取ります。中間から毛先にかけて軽くしていきます。ちょうど首に綺麗なラインで沿わせていきたいので毛先を軽くしていきます。次のパネルへ移ります。次のパネルも中間から毛先にかけて軽くしていきます。全体的にセニングを入れたら、今度センターで分けてハの字で取ります。ちょうどここの真ん中の重みを削りたいので、ハの字で取ってさらに内側が軽くなるようにセニングを入れていきます。ハの字で取ってスライスに対して、垂直にハサミを入れます。中側の方が軽くなっていきます。反対側も同様にハの字で取ってスライスに対して垂直にハサミを入れていきます。パネルをセニングしていきます。毛先3分の1のところをセニング入れていきます。
上のパネルもセッティングしていきます。髪の毛の落ちる位置をイメージしてコーミングをします。毛先3分の1のところをセッティング入れていきます。全体的にセニングが終わったら丸みの位置の確認をします。コーミングをしてスタイルのイメージを作りながら、まだ重い部分があったらセニングを入れていきます。続いてサイドのセニングに移ります。サイドも毛先はシャープにしたいので、毛先の方に軽さが出るように毛先を多めに軽くしていきます。反対側に移ります。先を多めにセニングしていきます。ヘッドカットが終わりました。ではドライしていきます。ドライが終わりました。ドライした状態で、重さのバランスを見て重いところがあればチェックカットをしてください。ではこの後スタイリングしていきます。スタイリングが終わりました。シンプルなショートスタイルなんですけれども、耳掛けスタイルの人気なとても需要のあるスタイルです。セニングのポイント、ウェイトラインを作るポイントを押さえながらぜひ練習して、綺麗な丸みのあるショートカットが切れるように頑張ってください。